源氏物語、源氏物語における、写本記号、源氏物語における、写本記号では、源氏物語の写本を特定するために使用する、記号について説明する。源氏物語の広報や、伝本研究においては、多くの写本、半本が取り扱われる。そのため、これらの写本、半本を、毎回すべて正式名称で表記したりすると、極めて煩雑なものとなる。 そのため、源氏物語の広報や伝本研究においては、一般的に一文字で、写本、版本を特定する記号が使用されている。源氏物語における、写本記号、または、写本略号は、通常一文字の漢字から構成されている。概ね写本の名称の中から一文字を取り出したもので、ある。これは、池田機関が、 好意源氏物語及び源氏物語体制につながる広報作成作業にあたって西洋の成分批判に関する研究成果を取り入れる中で使用されるようになったものであり、好意源氏物語及び源氏物語体制行為編に使用されている写本については、同書で使用されている写本記号が他の広報などでもそのまま使用されることが多い。 ただし元となる写本の名称とともに学会などで公式に定めたものではないために時として異なる記号が使用されることもある。源氏物語体制公位編において使用されている写本記号は以下の通りである。これは行為源氏物語で定められたものをそのまま受け継いだものである。行為源氏物語及び源氏物語体制公位編では 全体の冒頭に全体を通した判例があり、そこで写本の名称と、写本記号が列挙されているとともに、各館の冒頭で改めてその巻で取り上げている、写本とその記号を説明している。冒頭にある講野編全体の判例でも巻ごとの、判例でも合う表紙本、河地本、別本に分けて写本が取り上げられており、一つの写本の中で、 本文系統の異なる巻が含まれている時には、全体の判例ではその写本の多くが属すると考えられる本文系統のところに写本の名称と記号が掲げられ、巻ごとの判例ではその写本のその巻の本文が属すると考えられる本文系統のところに写本の名称と記号が掲げられている。なお、写本記号、台のみは同じ巻の青表紙本と河内本に同時に、 写本記号、大で示される、大島本が存在するが、この二つは別のものであり、青表紙本の欄に掲げられている大島本は現在、古代学協会に所蔵されている大島本であり、河内本の欄に掲げられている大島本は現在、中京大学に所蔵されている大島河内本である。現氏物語別本修正において使用されている、写本記号は以下の通りである。 源氏物語別本修正では、全体を通しての写本名や写本記号の列挙は行われておらず、各巻ごとにその冒頭でその巻で競合している、写本の名称、所蔵者と写本記号を挙げている。源氏物語体制公位編に使用されている写本については概ね同じ写本記号を使用しているが、高松の宮家本、源氏物語が宮から公に変更されており、 また、源氏物語体制では現在日本大学に所蔵されている三条西下本に使用されている三を宮内庁所領部に所蔵されている三条西下本に使用するといったわずかな変更もある。源氏物語別本修正族では、写本記号は原則として源氏物語別本修正のものをそのまま受け継いでいるが、前田和夫こと教本を 源氏物語体制と同じことから前に変更したような例もある。河地本、源氏物語行為修正において使用されている写本記号は以下の通りである。源氏物語体制行為編に使用されている写本については全て同じものになっている。河地本、源氏物語行為修正の著者、加藤洋介は、同書と同様の作業を 源氏物語体制行為編の青拍子本行為及び別本行為について行っており、それら定価本源氏物語行為修正及び別本源氏物語行為修正において使用されている伝本の略語を示す。山岸徳平による日本古典文学体系の源氏物語において使用されている写本記号は以下の通りである。同書では 宮内庁所領部所蔵の参上にしか本を底本にしており、以下のような書本で競合を行っている。日本古典文学全集、源氏物語及び、新編日本古典文学全集、源氏物語では、源氏物語体制で使用されている、写本記号はそのまま使用する。として、改めて掲載することはせず、その上で源氏物語体制に取り上げられていない、写本について、 取り上げ以下のように説明を加えている。上記のような広本への採用はない写本についても、本文研究の論文などにおいて考察の対象とされることがあり、それに伴って写本記号が定められることがある。これに該当する写本記号として以下のようなものがある。半本についてもその本文を比較する際には、写本と同様に記号が使用されることがある。正半本は、 同じ版木を使う限り同じものが印刷されるのに、対して、古活字版は印刷の度に毎回人の手で活字を組み直す関係で、印刷の結果が少しずつ異なることになるために厳密に比較するためには、漢記や所蔵場所によって区別する必要がある。なお、英理源氏物語については、絵や入りが使用されることもある。注釈書に引用された本文については、 顔表紙本や川地本が成立する前の平安時代の本文を反映していると考えられるという重要性から本文研究の場においてしばしば取り上げられており以下のような記号で示されていることがある。おおむね同じ写本には同じ写本記号が使用されているが稀に同じ一つの写本に対して文献によって異なる写本記号が使用されたり同じ写本記号が 文献によって異なる写本を示したりすることがあるので、注意を要する。ここまで述べたように、ほとんどの写本記号は、漢字一文字で表されているが、しばしば混同される、宮内庁書領部像、三上西下本と、日本大学像、三上西下本等をそれぞれ、書三、日三と二文字を使用して混同しないようにしている、例も存在する。ありがとうございます。